ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。はい、今日は第2戦。うん。はい。いよいよ韓国と。まあ韓国だね。はい。まあ、韓国もね、オーストラリアに負けるというね。うん、なんか。波乱なのか、オーストラリアが良かったのか。うん、でもまあさすがに粘ってね、うん、まあ接戦には持ち込んでたけども、はい、まあ韓国といえば日本に対してやっぱものすごく感情むき出しにね来るんで、まあ非常に嫌だよね。こう日本からしてもいろんな意味でちょっと戦いにくい。まあまあそうかもなるんで、うん、それでまあ結果から言うと、はい、まあ13対4というね、はい、ヌートバー、うん、ハートは静かに。俺らね人気出るよ出ますね。本当にメジャー変えたってみんななんか追っかける人いると思うよ、うん、でほぐれたほぐれたと何が、まあ、緊張がみたいな、はい、なんかみんな伸び伸びやってたね今日はね。そうですね、ちょっと序盤はねちょっとハラハラしましたけど、序盤3点リードされる、うん、まあダルビッシュが先行されるというふうには誰も思ってなかったと思うんだけど、そうですよ。その時やっぱこうまあ、ホームラン打たれてツーラン打たれてね、うん、で動揺したのか村上が続いてエラーしちゃったんだよね、うん、で、まあ、そのランナーがまたホームに帰ってきたという、うん、まあ、そういう3点だったんだけども、はい、これは非常に動揺したなって、あこれ早いうちに返さないとこれ大変なことになるなっていうふうに思ったら、うん、相手のピッチャーも先発ピッチャーも欲が出たんだろうね。なんでしょうね。いや、 やっぱね精神的に勝てると思った瞬間から欲に変わり、やっぱ硬さになったんだよね多分。なるほど。でそれが下位打線、源田と中村に対してフォアボール連発してヌートバーが打ったという、ね、またわしづかみのポイントです。もうわしづかみ、もうわしづかみもいいとこだよで、まあ、近藤が打ちのみたいな、うん、吉田が逆転タイムリーみたいな、はい、まあ、そっからはやっぱ近藤のホームランが出たりだとか、うん、まあ、大谷がフォークを初球から打ちに行って、あのフォークなんて初球から打ちに行かないよ普通だけど打ちに行って、うん、まあ、勝負をどん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 決めにかかるんだけどね、はい、もうワンサイドゲームになってしまいました。そうそう、ということで、はい、まあ先発メンバー見てみるとこういう風になってます。まあ、ほぼ変わらない、ほぼ変わらないんだけど、うん、大谷がピッチャーから DH になったということと、はい、中村がキャッチャーね、はいはい、そこだけですね、そこだけですね、昨日と変わっているのは、はいはいはい、で、まあ、村上が、まあ、4番、うん、ね、ということで今日は結果から言うとノーヒット、はい、ね、ちょっと苦しんでます、はい、ね、他は心配なくなってきたね、うん、はい、はい、ということで今日も投手、そうだね、はい、はい、まあ投手2、4、5人、はい、ね、投げましたけども、ちょっと、はい、ダルビッシュ深い配球なのに、はい、ね、三角ということですが、ノーアウトランナーセカンドで、うん、日本の感覚だと右打ちってくるんだよね先取点取りに、うん、バントがなければ、うん、でそのこともあり中村キャッチャーっていうのは、はい、いろいろ試合展開とかいろんなことを読みながら、うん、まあその前の動画でも話をしてるんだけど、シュートを使い、ね、ツーシームを使い、その軌道からスライダーを入れるんだよね、うん、そしたら普通のバッターってピクってなってバットが振れないような状態になるんだよ、うんうんうん、で右打ちにもできないような感じになってくるんだよ、うんうん、生地か外出すとポンと当てられたら進塁打されるから、うん、完全に三振を取りに行った。そこが本当だったら100点の配球だと思うんだよ、うん、でダルビッシュのあの大きな曲がりだと、はい、普通こう避けるような、うん、その前のシュートが生きてるから、うんうん、だけどやっぱりこっちはもう韓国の選手は当たってもいいぐらいの覚悟で来てるから、うんうん、こっちに抜けたボールに対しても踏み込んでいってそこから曲がったからちょうど合っちゃったんだよね、うん、合っちゃったっていうのが正しい表現、正しい、だからもう全然間違ってないのに打たれちゃったみたいな。特にダルビッシュ投手も別にこうなんていうのかな、調子がおかしかったとかいつも通りだったっていうことですね。まあいつも通りだけど、うん、それはねまだこの時期だから、うん、ダルビッシュの力からすると、うん、やっぱ7割ぐらいだよまだ。なるほど、うん、まだまだあんなもんじゃないよ、うんうん、あんなもんじゃないけども、まあ、あそこまで抑えてくれるというね、うん、でもやっぱこう配球も考え、うん、で中村も深く考え、うん、
俺は間違ってなかったと思うんだけど、まあ相手がたまたま当たっちゃったっていうようなね、そういうホームランになりました。でもこれがね、国際試合の試合の怖さなんだよね。やっぱこう身を投げ打ってでも打ちに来るというね。だから非常にちょっと怖かったね、この3点というのは。ダルビッシュ投手、じゃあこうホームランを打たれたっていうのはどういう心境なんでしょうね。まあいろいろ考えるところはあるだろうけども、まあダルビッシュは嫉妬だ、嫉妬投げちゃったなみたいな、嫉妬になっちゃったなって結果的にね。でも考え方とかそういうのは俺は間違ってなかったなっていうような、そういうふうには割り切ってると思う。だから大丈夫ダルビッシュ、はい、もうね、全然大丈夫。待ちに待っていた登板だったね。そうだね、かっこいいなやっぱな。かっこいいですよね。本当かっこいいな。なんかね、ピッチャーらしいピッチャーやし、なんか闘争心あるしね。まあ打たれることもあるよそりゃね。もうこう表情変えない。まあそうだね。ね、感じもすごくかっこよかったですね。そうだね。はい。で今永。はい。まあ安定感があったな。はい。まあ一発ホームラン打たれるけどもさ。ね、まあ点差もあったし、まあまあそこら辺はご愛嬌として、はい、でも韓国のバッターもやっぱツボ持ってるね。右バッターが右の方向に打ったけど、あそこまで飛ぶんだっていうパワーを持ってるねやっぱね。だけどまあ相対的にはやっぱ任してられるなという感じがしたね。ずっと強化試合からね、はい、調子変わらずという感じですかね。で宇田が、はい、宇田が上り調子、はい、やっぱり昨日の動画でも言ったように、やっぱ高めをよく取ってくれるよ、ね、あの上下の幅ですかね。そうそう、で今日も高めに投げてそれがストライクになって、自分でもいいのみたいなそういうところがあったんだけどもまあだけど上り調子には間違いないよね、はい、で松井、もう結果が全てこのピッチャーは、はい、やっぱどちらかっているところから、だんだんまとまりを見せてきてるね。だから使えるような状態にはもう一つだよ。だけど近づいてきてる、だから結果が全てだし、まあ良かったなって3人で打ち取ったしね、こういったね実戦で少しずつ調子が上がってくるということでしょうかね。そう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 、で高橋宏斗、はい、まあこれ最高だね。20丸ですね。いやなんかこのピッチャー21歳今年、そうですね、まあ、感じさせないね、素晴らしいね。だからどんな場面でも使えると思うけど、ただこっから宇田川から松井高橋っていうのは非常に点差があったから楽に投げれたかもわからないし、まあだけど投げてるボールはまあみんなまとまってるし、まあ最高であったということだよね。はい、はい、ということで、はい、ピックアップいきます。はい、ね、これはね、今日はねいろいろあったので、まあ、ピックアップの中でもこう より重要なことを並べてみました、はいはい、それとやっぱこう打線のことをいろいろ考えて言ってたんだけどもさ、まあだけどそのなんて言うんだろう、みんな大体上り調子になってきてるんだよね、あの打撃がね、はい、で一人だけこの人だけがちょっと悪いんだけど、これは後で喋るとして、ヌートバーの影響絶大だよと、走行手どこに置いてもということ。ああもうね、打つのはやっぱこう追っての3点取られた時の最初の1点のタイムリーね、最初セーフティーバントして、栗山監督が何やってんだよみたいな。いやもう本当ドキドキしました。おいサードコーチャー打たすんだよお前みたいな。何やってんだって、そのあたりっていうのは違うだろうみたいな。それはね、監督がびっくりするぐらい、監督がびっくりするぐらいな献身的にね、チームに貢献してしようとする姿も見えるし、守備やっぱ前の打球って強いな。いやもう今日も毎日ファインプレーが更新されていくというか、そうそう、球際は強いわ。かっこいいです。かっこいいよね、で打つ方も調子を上げてきてるし、今度は走塁、はい、なんかこうランナー一塁に置いて、ライト前を打って、そのファーストランナーがサードを伺う、ライトから後投したサードにそれを隙を見てセカンドを落とし入れる、ね、その後すぐダイソー、そのまま置いといてやればいいのにって思ったけどでもやっぱこう隙をついたりとかね、やっぱねチームメイトが打った時でもやっぱガッツポーズの仕方爆発してますね、チームに入り込んでるし、もうね最初に言ったわしづかみ、俺もファンになっちゃったから。本当ですよね。まあコメントで、いやヌートバーあれなんじゃないの、評価してなかったんじゃないのって
評価してないんじゃない、見てないからわからないって言ってるだけだね。未知だったということですね。本当にね、うん、まあ、そんなもう、そう怒ってもしょうがないんだけど、いやルートが最高です、はい、ね、はい、本当さすがです、はいはい、あの突き放しのホームラン、うん、ね、なんていうの、4対6かな、うん、あ、4対3になった時かな、そうだね、4対3になって、うん、あ、違う、4対3、それですぐ突き放しのホームランを打ってくれたんだよ、5回にね、はい、そうそうそう、はい、そうですね、だからもう、あの、つなぎもやってくれるしさ、やっぱ近藤の存在感というのはでかいな、うん、あ、もう相変わらずのつなぎは役割十分に、そう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 、はい、はい、ね、で大谷の存在感、はい、これはやっぱりね、さすがだよ、打球の速さとか、うん、で進行敬遠もされるし、やっぱこの人の存在感でやっぱこう相手が怖いという印象を受けるね、うん、簡単にはいかないぞという、うん、で甘いボールがいくとあのすぐ行かれると、ホームラン持っていかれると、だからやたらね、日本戦はフォアボールが多いんだよ、相手の、やっぱ警戒警戒するから、昨日もですね、うん、でもさすがの存在感だね、これランナーで出てるだけでも、うん、なんかこうすごいオーラと存在感を感じますよ ね、うん、もう他のチームが憧れて、なんか大谷さんがセカンドに来たから話しとこうみたいな、そうそう、なんかちょっとタイムがあった、好きな、そんな感じだもん、はい、はい、で村上、うん、ね、絶不調です、そうですね、あ、本当に調子が悪い、ただその中で、うん、今日は追い込まれてから進塁打を打った、ノーアウトセカンドから、はい、その進塁打を打ってランナーサードで吉田が返してくれた、うん、ね、この進塁打が生きるんだよ、うん、ね、で義肥も打ってくれた、犠牲フライも、はい、ね、だから調子が悪いなりにも、うん、その中でよく頑張ってるという、うん、ね、あのチームに貢献をしたという ね、うん、だからそういう貢献が一つ一つ積み重なって調子は上がっていくから、うん、これをこういうバッティングでもいいから続けるっていうことね、うん、すごく大事だと、はい、で吉田は逆転タイム、もうね、素晴らしい、昨日もね、中国のピッチャーで遅いピッチャーだから、うん、引きつけなきゃいけない引きつけなきゃいけないとか思いながら詰まってたんだよね、うん、だから今日はその、あのチェンジアップのすごく、うん、多投してくるピッチャーで、はい、そのチェンジアップを前で捉えたよね、うん、ここら辺の切り替えっていうのがさすがなんだよね、うん、吉田ってやっぱこうバッティングをすぐ変えられる、修正できるという、うん、で中野、はい、途中出場で2安打、これ途中出場っていうのは、うん、源田がねちょっと気類の時に指ついてんだよね、多分ちょっと、ね、心配だけど、あー守りの要いなくなるぞみたいな、でも中野が入ってすぐ2安打を打ってくれる、うん、これはね、首脳陣としたらホッとすることだよ。そうですね、まあ、源田の怪我は心配でね、はい、あるけども、これはあの非常に心強さ、ね、うん、を見せてくれた、うん、で、最後にはい、これ重要なポイントですね、はい、村上復活の鍵は丸々、これは何だと思いますか。いろいろありますが、打順いろいろ持ってるの。いや、違いますよ、いろいろありそうですが、まあ ね、その原因っていうのはね、まあ打順って言ったよね、打順、まあ、なんかずっとね、そんな話はありますから、だから6番に入った時にホームランが出たよね、唯一そのね、打順を6番に変えて、うん、それはどういう精神的な影響とか何かがあったのかなって思いながら、まあ、そうだね、うん、あの中国戦、韓国戦ってやっぱノーヒットに終わったよね、はい、でその前の試合4番を外されて、うん、ホームランを打った、はい、まあこれね2戦見てね、もうすごく感じたのが、はい、やっぱね、俺は大谷から話すべきだと思うね、うん、やっぱ大谷はね、村上のことをあまり意識してないよ、あの、はい、一緒にやろうぜみたいな、そうですね、チームメイトっていうことでは、俺の後に続けみたいな、でも村上は大谷を意識してる、意識しすぎてる、 しすぎてるし言ってるけどしすぎてると思うわ。なるほど。いや、これはやっぱね、うん、野球選手ですごくこの人に負けたくないという存在なんだよ。なるほど、うん、だから悪いことではないんだよ、意識するっていうことは。目標でもあるけれども、そのと同時に負けたくないという、負けたくない、うん、憧れでもあるんだよ ね、 そうですよね、うん、だから俺は復活の鍵っていうのは、うん、3番4番じゃなくて、やっぱ大谷と村上の間に誰か一人入れてやるべきだと思う。うん、
やっぱね、大谷の後の余韻で立ちたくないんだと思うよ。やっぱ空気もだいぶ変わりますよね、うん、全然変わる本当に大谷選手は、うんうん、で、やっぱこう大谷の陰での努力というかそういうのもおそらく WBC で見たと思うんだよね、目の当たりにしてっていうようなことですね、うん、そうそうそう、うん、だからそういうことを考えるとやっぱね、意識せざるを得ないよ、うん、これはね、大会中終わるまでね、意識すると思う、うんうん、そしたらあの余韻の後に村上立たしてると村上の浮上はそんなにないんじゃないかなっていうような気がする。なるほど、うん、だから俺は調子が良ければいいよ、うん、でも調子が悪い上に意識させられるという意味ではやっぱりね、6番に下げた方がいいと思う。おお、なるほど。6番、5番でもいいよ、うん、例えば4番に誰か違う人が入って、うん、吉田選手とか入って、うん、村上選手が5番、うん、間に1人入ってるという状態、うん、そうだね、うん、だからまあ明日からはチェコとかオーストラリアに入ってくるけど、はい、その時にヒットが、ね、うん、3番大谷、4番村上で出るかもわからないけども、うん、準々決勝、準決勝、決勝ってやっぱりいいピッチャーが来るし、うん、大谷はそういうピッチャーに慣れてるからね、うん、で村上も慣れてないっていうことではないけども、はい、また大谷が打つと意識してダメになるから、うん、というふうに俺は見てるんだ。なるほど、うん、だからどうかね、打順を変えるんじゃなくてその大谷と村上を話すっていうことをちょっと考えてほしいなっていうふうに思う、なんか2戦見てすごく思いました。これがもう一番の鍵でしょうか今は、と俺は思ってる、うん、ね、まあそれでも日本は、うん、まあ、トップでこのグループステージを抜けます。はい、ね、まあ、韓国に勝ったんでね、うん、はい、多分他はおそらく大丈夫、このままの勢いでいけると思います。もうじゃあ今に日本のチームもいい感じで、はい、まあ、いい感じになってきた、うん、ね、いける感じでしょうか、はい、じゃあ、まあ、ヌートバーが活躍したらわーっと盛り上がるし、はい、ね、大丈夫、はい、本当ですね、はい、じゃあそんなところで明日ね、明日はね、粗末な動画になるかもわからないけども、覚悟してください。そうそうそう、粗末な動画というか、明日ちょっと仕事に出るから出張で、ね、ちょっと俺一人取りになるからね、ちょっとよろしくお願いします、そこら辺、はい、応援してください。お話はちゃんとするのでね、はい、一人でも頑張ってください。頑張ります、はい、はい。